はい、こんにちは。ポッシーレイコです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。さて皆さん、もう早いです。2022年3月に突入しました。皆さんどうですか？もう春ですね。どんどん暖かくなってくるのかなと思いきや、めちゃめちゃ寒い日があってびっくりしたみたいな日があるので、まだね、季節の変わり目なので皆様体調に気をつけていただければなと思うのと、あと花粉症がやばいのよ、ボスティ。もうなんかすごい最近悩み、これ悩み言ったら多分もうこの動画が終わっちゃうので、今日はもうのっけからメイクしてます。でちょっとね、買い物に行ってきました。今日はどこに行ってきたかっていうと、コストコに行ってきました。じゃーん、コストコでお買い物してきたよー。はい、久々にね、今日コストコに行ってきました。コストコ行ったことない人っていないと思うんだけど、私ね、すごいんだよ。すごくよくわかんないけど、コストコラバーの人たちがさ、なんかブログやったりさ、インスタでもそうだし、TikTok とかも YouTube でもそうなんだけど、すごい紹介してるじゃない？コストコ歴何年ですって言うんだけど、私ね、もうね、21年です、コストコ歴。2000年かな？ 2000 年の4月かなんかに幕張が初めてオープンしたんだよね。で、その翌年の2001年に、7月に行ってきたの。カードをね、なんかエグゼクティブ会員みたいなやつにアップしちゃったから、もうそれがないんだけど、履歴は2001年から会員になってます。で結構毎年行ってたんだけど、最近全然行けてなくて、1年ぶりぐらいに行ってきたので、めちゃめちゃ買い物してきました。今日ね、すごいなかなかね、ないものがいっぱいあったんだけど、もう絶対ボスティがコストコに行ったらこれは買うというおすすめ品を紹介していきたいなと思うので、乞うご期待。じゃあ早速スタートしましょう。はい、まず1つ目、お寿司、海鮮漬けチラシ寿司です。じゃーん、サーモン、イクラ、なんかエビ、マグロいっぱい入ってます。これはなんかね、買っちゃうんだよね、お寿司で。握り、なんかね、握りはね、すごいね、50貫あったから、多すぎてちょっと食べれないかなと思ってチラシ寿司にしてきました。ボッティの好きなもの、何でも好きなんだけど、やっぱね、寿司が好きなの。年なのかもしれない。次行ってみましょう。じゃーん、次、イクラ。ボスティね、イクラとウニ大好きなの。ウニはさすがに売ってなかったんだけど、今日ね、ちょっと値段が高かったの、5859円なんだけど、イクラでございます。見て、この、なんだっけ、海の宝石箱やな、みたいな。もう醤油漬けになってて、もうちょっと味が薄いので、ここになんか昆布つゆみたいなのをちょっと足して、ペーストを変えてます。これ、重宝です。絶対買う。次、はい、次の商品、じゃーん、エビちゃん。これはシュリンプカクテルです。これはまず買う。でもし店頭になかった時もオーダーする、作ってくださいって。でね、5分ぐらい待てると作ってくれるので、絶対これを買います。この中の、カクテルソースもちょっといい感じで、みんなね、これ本当食べてほしい。うちはパーティーじゃなくても買う。エビがね、本当に大好きなの。伊勢エビ、ロブスター、もうこういうエビもう何でも濃いって感じ。大好きです。じゃーん、シーフードミックスです。これはホタテ、エビ、イカ、ムール貝なのかなが入ってるこうセットです。これ、このまま食べれるのね。解凍して、サラダにも食べれるし、ちょっと、ピラフ風にしてもいいし、パスタに絡めても美味しいし、あと、ちょっとね、今日忘れちゃったんだけど、スンドゥブの素が売ってるのね、コストコに。それに、野菜入れてこれ入れても美味しいし、もうこれは本当に絶対買います。今、紹介したものは全部買います。で、ちなみに、あとこれ、ホタテです。これも必ず買う。これほんとバター焼きにしてもいいし、それこそ生で、解凍して、サラダに入れてもいいんだけど、うち大根サラダを作るんだけど、大根と、あと、ホタテをこれ、細かく裂くのね。で、マヨネーズと塩コショウと味の素とごま入れて、もう絶品でございます、皆さん。なので、ストック切らさないように。でもね、すごい、本当にコストコ1年ぶりだったから、切れてたのに買いました。だけど、この冷凍食品系、値段がめちゃめちゃ上がってた。500円ぐらいいつもより高かったんじゃないかなと思った。だけど買ってきた。次、はい、次、キッシュです。キッシュ、卵とパイのキッシュ。これ初めてで、なんかさ、インスタとか TikTok とかでも、これはスマートニュースとかにもね、これはね、あったら買わなくちゃっていうのがあったので、ちょっと食べてみようかなと思います。美味しいかどうか、ご報告していきます。あとは、いつもの、はい、ローラー。じゃん。なんかさ、一時さ、サーモンとかがあったの。だけど、もうなかった。で、なんかローストビーフがあるって噂で聞いたんだけど、今日はいつものこのハムとトマトとみたいなのしかなかったです。はい、次は、サバ？みりん漬けみたいな、なんか、なんとか、推しです。
なんかもう味がついてるみたいなので、ちょっとこれ初めて買ってみました。美味しいのかどうか。でもなんか結構みんな美味しいってレビューしてるので、食べてみようかなと思って。で、あとは、お肉、ポーク、豚を買ってきました。バラ肉、豚バラです。これを小分けにして入れといて、その料理ごとに使い分けをしています。で、今日ね、初めて買った生ソーセージ。なんか美味しそう。だから買ってみました。あとは、また豚。豚。これはなんか肩ロース焼肉肉って言って、ちょっと厚みがあるんだけど、ゴスピーはこれをトンカツにしたりとか、生姜焼きにしたりとか、あとはポークソテー。ちょっと甘辛くてバターをやった感じでしていきます。こんな感じです。はい、次は、これもまたボスティの絶対食べるもの。動いちゃった、ごめん。買うもの。じゃーん。シュリンプのワンタンスープで、シュリンプワンタンスープでございます、皆さん。カップになってて一個ずつ、そこに水を入れてチンすれば、もう美味しいワンタンスープが出来上がりなんですよ。でね、昔は、ヌードルもあったの。これにヌードルがあったのは最近見なくて。でね、しかもね、これね、一時ね、消えてたのね、商品。だけど復活したみたいで、絶対買ってきた。これ、シュリンプ。うるさいね、シュリンプ。で、これと一緒に買うのがみんな、じゃーん。シュリンプのシューマイ？これね、なんかふかすと美味しいんだけど、私はなんかめんどくさがり屋だから茹でちゃうんだけど、めちゃめちゃプリプリで美味しい。これは絶対買って。でもね、これも値上がりしてた。なんでかな？よくわかんない。で、いつもバターでございます。北海道バター。3つで999円かな。お安いでございます。これは皆様。で、ここからが初めて買うもの。チーズトッポギ。ちょっと言ってたわ。チーズトッポギ。ちょっと惹かれた。なんか、モッツァレラ、パルメザン、ゴーダーみたいな感じで惹かれたので買ってみました。美味しいかどうかわからない。で、やっと買えたみんな。声でかいね。で、多分興奮してるんだと思う。ショッピングした後。巻き場？みんなわかるよね。匂い感じだった。プリン。なんか、美味しいってみんな言うじゃん。買ってみました。で、あと、ラッシー。ラッシーもついでに売ってたので買ってみました。あとは、ストロベリーのチーズなのかな？クリームチーズ？みんなの方が詳しいかな？これも買ってみました。うちのママに食べさせようかなみたいな。チーズフードってなってるよ。健康をね、維持するために。次行きます。はい、次はパンとかです。じゃーん、クロワッサンです。クロワッサンのちっちゃい方。これね、超大好きなの。冷凍しとくんだけど、ちょっとね、小腹空いたなとかさ、朝さ、ちょっとなんか、ブレックファーストみたいな感じの時にこれを食べたいの。チンして、チンはしなくても、ちょっと、息切れしてる。めちゃめちゃ美味しいです。次。じゃーん。いつもね、ディナーロールなんだけど、今日はマスカルポーネロールを買ってみました。なんかさ、もちもちして美味しいんでしょ？で、友達にも言われたので、これ、初買ってみた。クロワッサンはもうリピしてます。次、じゃあマフィン。チョコレートマフィンと、ブルーベリーマフィン。だけど、私これ多分半分も食べない。私どう見えてるかわからないけど、こう見えてってまた言わせて。こう見えて甘いもの好きじゃないの。好きじゃなくはないんだけど、別に甘いものなくても生きていけるんだね。しょっぱいものが好きなんですよ。なので、こういうものはなんかデザートとかもワンバイト。うん、一口食べればいいの。なので、これは全部、うちのみっちゃんでございます。うちのみっちゃん、ママは、すごい甘いもの大好きで、ご飯がなくても甘いもの食べたいみたい。で、あの人、すごいのが、一年中アイスクリーム食べてるからね。もう、冷凍庫には、ストックがすごいです。アイスクリームの。お年寄りの親とか持つ人とか、まあ、おばあちゃんとかね、おじいちゃんもそうなんだけど、アイスクリームね、食べさせた方がいいらしいよ。骨粗鬆症だけ。アイスクリームは、カルシウムがすごく豊富なので、クリーム系ね。それを食べさせた方がいいです。いつの間にか知らないうちに、なんか、ミニデニッシュセットが入ってた。多分ね、これ犯人はみっちゃんあげました。私の口には、ね、多分、一個も入らないし、食べたいと思わないです。次行きます。なんかさ、コストコってさ、体力すごい使うの。私だけすっごい使うの。重たいものとかあるしさ。じゃあ次は、イエーイ！コーラです。皆さん、これね、コーラのゼロの方です。今、甘いもの嫌いって言ったじゃんって思ってるでしょ。だけどね、コーラ好きなのよ。炭酸系が大好きだから。だからお酒もね、ビールとかさ、シャンパンとか、なんか炭酸が入ったものが好きなのね。で、なおかつ、ちっちゃい時から、コーラが、うちの冷蔵庫にはストックがありました。っていうのも、親戚のおじさんがコカ・コーラで働いてたもんね、昔。そうなのよ。だから3歳の時の
哺乳瓶、私の哺乳瓶、コーラが入ってるの。すごくない？すごいファンキーな家族でしょ。だからレムになっちゃったって言われればそれまでなんだけど。まあ、それどうでもいいんだけどね。今もスプライトも買ってきた。でももうちょっと重たいから持ってくるのに。今スプライト飲みながら撮影に臨んでおります。じゃん、次も重たいんだけどさ。じゃーん、うわ、みちょーです。ザクロスを買ってきてます、いつも。もうこれは炭酸で割って飲んでます。炭酸はコストコでは買わないの。私、セブンイレブンの強炭酸が大好きなので、セブンイレブンを買うようにしてます。で、あとは、今日ね、フルーツは、じゃん、マンゴー！マンゴーが出てた。あとね、3個入ってたんだけど、今もうね、すでに、みっちゃんがどっかにやったのがよくわかんない。あ、仏壇にあげたんだって。だからこれだけなんだけど。このコストコのマンゴー、めちゃめちゃうまい、みんな。これね、まだ食べたことない人買ってみてほしいんだけど、本当に最高に美味しいよ。次行きましょう。はい、次は、まあ、雑貨というか、もう、お掃除関係です。トイレクイックルでございます、皆様。今日ね、これすごい安かった。でもいくらか覚えてない。けど、1300いくらだったと思う。私、こう見えて、掃除が大好きでございます。もう、ありとあらゆるところを、カビ、ハイターで掃除しまくります。でね、この前ね、サンポールがいいって聞いたから、雑談なんだけど、サンポール買ってきて、めちゃめちゃ水垢とか取れんの。で、調子に乗ってさ、シルバーの部分、お風呂場のさ、シャワーとか出るとかあるじゃん。それもさ、サンポールやったら色変わっちゃった。でも、うちのみっちゃんは、ママはね、気がついてない。まあいいんだけど、このキッチン、カビ、ハイター？業務用。これ、各階に置いてあります、私。まあ、トイレとか、お風呂とか、キッチンとかに、いろんなところに置いてあるんだけど、もうこれ一つ本当にやっとけば、もう、綺麗よ、みんな。匂いもなくなるし、もうほんとカビも生えないし、これは最高のアイテムでございます。で、まあもうコストコといえば皆さんも定番だよね。キッチンペーパーでございます。じゃーん。これと、あとは、もう、トイレットペーパー。こんな感じで、買い物してまいりました、皆様。これ、ボッシーが絶対食べてねとか、買ってねっていうのはほんとまず食べてほしい。絶対おすすめだし、美味しいから。皆様、ぜひお試しあれと。もうボス、今日は、コストコをかけずる周りの、車からおろしの、その荷物を1階から3階に運びの、これまた戻します、みたいなね、下におろすんだけど、ちょっと体力的に疲れております、皆様。こんな感じで、コストコ、久々のコストコ満喫しました。でもね、ちょっとね、買い忘れたものがめちゃめちゃあったし、今日ないものがすごいあったのに、ダウニーとかも今日売ってなかったの。もう一回、リベンジしていきます。こんな感じで、今日のお買い物これで終わりにします。また次回お楽しみに。じゃあねー、バイバーイ。